シギウナギは、ウナギ目、シギウナギ科に属する魚類の一種。水深300から2000メートルの中層で、氷泳生活を送る、深海魚である。名前の由来は、シギのくちばしのように細長く伸びた、上下の顎から。シギウナギは、海底から離れて生活する、遊泳性深海魚の一種で、世界中の温暖な海の深海に広く分布する。あまり積極的に泳ぐことはなく、 頭を上あるいは下に向けた状態で中層を漂って暮らし、細長い顎をエビなどの甲殻類の触覚に引っ掛け、捕食する。体は著しく細長く、体長1.4メートル程度にまで成長する。メス及び未成熟有の両角は細長く伸び、上顎の方がやや長い。この顎は互いに外側に反り返り、 噛み合わせることはできない。オスは、生成熟とともに、顎が急速に短縮し、歯も消失する。肛門は、胸びれのすぐ下にある。背びれと尻びれの規定は、非常に、長く、胸びれのすぐ後ろから、体の後端に達する。鱗を持たず、側線は3本で、よく発達している。脊椎骨の数は、非常に多く、750を超える。 うなぎめの他の仲間と同様に成長過程においてレプトケファルスと呼ばれる幼生期を過ごす。ありがとうございます。